ました。ビジネス天国沖縄の時間です。この番組はビジネスの世界で活躍する方々をお迎えして、ビジネスの秘密のノウハウや経験を聞いちゃおうという番組です。また業界人はみんな知っているが、一般的には知られていないこと、非常識な業界常識などについてもお伺いいたします。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは797@fmginoan.com、また FM ギノワンではユーストリームで映像と音声をネット配信しています。 FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。 Twitter も連動していますので、たくさんツイートしてください。なおこの番組は FM 小座にて毎週水曜日の1時から2時にも再放送いたします。よろしくお願いいたします。過去放送分は映像でも公式ブログ新里哲也 .com にて公開しております。この番組は平総合事務所、ストレスマネジメント沖縄、中曽根智弘弁護士事務所、 TBL 投資アカデミー、トータルヘルスウルル、サンキャッチ企画の提供でお送りいたします。はい、毎回ですね、素敵なゲストをお迎えしておりますビジネス天国沖縄なんですけど、本日も私新里哲也がお送りいたします。今日もですね、本当に素敵な女性がゲストでね来ていただいております。いろんなね、素敵なお話が聞けると思いますので、CM を挟みましてご紹介させていただきます。それでは一旦 CM です。ビジネス天国沖縄をお送りしております。本当にね、素敵なゲストさんが来てますよ皆さん。いろんなね、本当に夢に向かって死に向かっている方のお話ですよね。本当にいろんな方にいい刺激が与えることができるんじゃないかなと思っております。早速ご紹介したいと思います。本日のゲスト様はですね、ミュージカル女優であります、はい、谷京香さんです。谷京香です、よろしくお願いします。谷さん、はい、ついにご出演ありがとうございます。ありがとうございます。めっちゃ緊張してます。この間お谷さんもね、はい、お会いしてまして、そうなんです、お会いも聞かせていただいたんですけども、はい、まあこれからね、いろいろじっくりお話しやっていきたいと思うんですけど、はい、まず自己紹介もよろしくお願いします。はい、大阪府は枚方っていうところの出身なんですけれども、枚数の前に方向の方って書くところなんですけど、はいはいはい、の出身で、大阪では歌とダンスをずっとやってきまして、でやっぱり舞台の数が少ないので、はい、東京だということでオーディションを夜行バスで受けに行き、それが決まりましたので夜行バスで上京してきて、まあ、2年ほど経ったんですけど、今バーで歌ったりとか、あと舞台に立たせてもらったりとかいう感じで活動させてもらってますね。はい、東京に出ちゃいましたか。出てきました。東京の女になりました。先日ね、京子さんの歌声をね聞く機会がありまして、はい、本当に素敵な本当ですか声を聞かせていただいたんですけど、まあ、僕のね印象として本当に素敵な声、まあ、当然なんですけども、はい、なんかたくさん歌ってるなっていうか、あ、歌が本当に好きなんだなっていう印象で、ね、はい、あ、そうですね、受けたんですけど、はい、うん、幸せだなと思います。歌ってる時一番生きてるなって。あれですか、昔から子供の頃から歌が好きだったんですか。初めはダンスだったんですよ、はい、ボアがその時流行って、はい、流行りましたね、ボア大好きだったんです、はいはい、でダンスを中学校1年生から習い始めて、はい、でそこから、初めはストリート系のダンスから入ったんですけど、はいはい、でむち長くなりますよ、大丈夫ですかね。実はね、皆さん、お谷さん始まる前にそんなに長く喋れませんって言ってたんですよ。そう、喋れませんって言ってた。そして冒頭でいきなり長くなるけどやばいですね。はい、どうぞ。中学校からダンス始めて、はいはい、でうち親が厳しかったので、はい、まあ普通の学校は行きなさいっていう感じだったんですよ、はい、でも勉強はその一応ちょっとしてたので、うん、指定校で
大学入ったんですけど、はいはい、入ったんですけど、やっぱりしたいことしたいって思っちゃって、うんうん、いても立ってもいられなくなり、はい、辞めちゃいます。で、そこからやっぱりミュージカルとかの世界に入りたいと思ったので、1年バイトして、ミュージカルの学校、大阪にあるミュージカルの学校行くのにお金を貯めて、1年で100万ぐらい貯めたんですけど、で、1年そこに通って、で、そこで初めて、しっかりというか、まあ、いろんなジャンルのダンスと、まあ、歌もやり、で、そうですね、そこからですかね、ちゃんとし始めたので、なんてあれ、私の恩師の方がいらっしゃいまして、はい、で、歌の先生にお世話になるきっかけが、うん、私リウマチを持ってて、はい、一時期ダンスが全くできない時期があったんですよ、うん、はいはい、で、習いに行けなくて、で、何も習えないのがすごく嫌で、うん、その時はダンスに集中しようと思ってたんですけど、うん、いても立ってもいられなくなって、で、通った先生が、立脇京子さんっていう方なんですけど、うん、元宝塚の七瀬リリコさんって方がいらっしゃるんですけど、うん、その方のお母様で、ですごく私の声も聞いてくださった、上で、東京行きなさいってすごく言ってくださって、はい、こんなとこに行っちゃダメみたいな、うん、ってなって、本当ですかってなったんですけど、やっぱりなんかもう運の巡り合わせだなと思いまして、うん、またお金貯めて、はい、で、2年前、2016年ですかね、うん、の春にこっち舞台のオーディションきっかけに、はい、上京してきました。なるほどね、っていう感じですね。喋れてます私？めっちゃ喋ってます。大丈夫ですか？関西人だから。関西人なんですよ。そうなんです。そうです。でもあるんですけど、やっぱり行動力すごいんですけど、いい意味で素直ですよね。本当ですか？素直ですかね。東京行きなさい、入ってくる。なんか単純なんですよ、すごく。そう、みんなね、合ってること言ってると思うし、うんうん、それをこう取捨選択して、ね、自分のものにするのがいつも時間がかかるんですけど。そうですね。まあ、実際もね、東京まで、はい、活動されてるっていうことなんですけど、はい、実際どうですか、東京に来て。大阪とはなんか違いみたいな。そうですね。私、すごい冷たい人間多いと思ってたんですけど、はじめ、遊びに、その上京するずいぶん前に遊びに来た時に、はいはい、小田急線に乗ろうと思って、はいはい、そしたら、新宿の改札の、JR の改札の中に確か小田急ってあるんですよ。はいはい、そういうところがあって、うん、で、私間違えて、小田急線の切符を、買いたかったのに、JR の切符を買ってしまって、はい、駅員さんに尋ねたら、みたいな、なんで買ったんですかみたいなのを言われたことがあって、それが18、19ぐらいだったんで、はいはいはい、冷たーと思って、もうそれで東京人のイメージがアウトだったんですけど、でもこっち来て、もうみんなあったかいし、あ、大阪なんですかみたいな、はい、なんですかと言わないですよね、大阪なのねみたいな。で、すごいあったかくて、あ、意外とハートフルなイメージ変わって。そうですね。っていうのはありますかね。僕もね、東京来る前は、はい、なんかイメージあるじゃないですか。そうですよね。多分テレビとかの影響だと思うんですけど、はい、そうですよね。意外といい人ばっかりですよね。そうですね、意外と。そうですよね、沖縄だから。そうですよね、いい人ばっかりですよね。本当に意外とね。あと、まあ地方の出身者も多いですから、ね。ああ、そうですね。多いですね。沖縄の人の方がでもあったかいんじゃないですか。どうですかね、結構いい加減の人ですよ。あ、本当ですか。良くも悪くも。え、いい加減。いい加減なんですか。この番組そうじゃないですか。の打ち合わせですから。あ、まあまあ、そうですね。髪が置かれてて入った瞬間。肩書き何でしたっけ。いや、あったかいですね。そしてこう東京に来て。はい。してみて、はい、まあね、本当にこれからね、大きい夢に向かって、そうですね、と思うんですけども、私は帝国劇場っていう大きい劇場が有楽町ってところにあるんですけど、
あそこにこう役付きでプリンシパルで出演するのが夢なんですけど、うんうん、そうですね、まあ、初め舞台立ち出した時はもう右も左も分かんなくて、うんうんうん、大先輩ばっかりで学ぶことしかなかったんですけど、うんうん、だんだんの、まあ、ご縁もつながって今度というかもう終わったんですけど、はいはい、ラジオじゃない、これはラジオですね、あの声優のお仕事も先日いただいて、はい、それはあのテレビで放映されるんじゃないんですけど、うん、全日本財団っていう財団がありまして、はいはい、それがあの安倍昭恵夫人が出席されるパーティーが大きい、はいはい、帝国劇場の会場貸し切ってあったんですけど、うん、そこであの使われる映像で子どものシーンがありまして、うん、であの9歳の女の子の役をいただいて、うん、初めて声優チャレンジしたんですよ。すごい楽しくて、なんかその私こっちに来て、まあ、歌のお仕事も夜してますけど、うん、それ以外に通常のアルバイトもすることあって、でもやっぱり楽しくなくて、うん、やっぱりしたいことしてそれが一番楽しくて、うん、お仕事になるって本当に素晴らしいことだなって改めて思って、やっぱり自分の声とか、まあ、表現力とか使って、うん、まあ自分の一番やりたいことでお仕事にね、つながっていくのが一番なので、うん、そうですね、まあ、あと、その声優のお仕事をいただいて、映像がね、もうすぐ出来上がるんですよ。はい、はいはい、お知らせします。ぜひ。9歳の女の子9歳の女の子の役。そうですね、まあ、ワンシーンなんですけど、はい、はい、がまた一つと、今ちょっと結果待ちのオーディションがありまして、はい、そうですね、それが受かったらお知らせもしたいです。またご出演ください。はい。沖縄まで行かなくちゃいけないですかね。もちろんですよ。やばい、やばい、はい、沖縄いいとこですよね。いいとこですよ。ぜひぜひ来てください。一回だけ行ったことあるんですけど、うん、素晴らしいですね。もうね、本当に絶対会うと思いますよ。いや、結構ね、大阪の人と沖縄の人って会いますよね。あ、本当ですか。僕ね、大阪の人めっちゃ多いんですよ。あ、本当ですか。私ちゃんとなんか沖縄の方と知り合うの初めてなんですよ。あ、そうなんですか。初沖縄。初沖縄人です。光栄です。そうですよ。いやいやいや、光栄です。ありがとうございます。なんかね、沖縄結構ノリツッコミなんですよ。あ、本当ですか。合うんですよ、本当に。あ、そうなんですね。大阪の人は仲良くなるんです。嬉しいです。沖縄の人みんな持ってるんじゃないですかね。あ、本当ですか。でもなんか海綺麗だし、うん、なんか沖縄料理も私食べに行って、はい、めっちゃ美味しかったですし。好きなんですかね、結構ね。分かれますよね。分かれます、完全に。なんかでも、はい、ちゃんとしたとこっていうんですか、なんか結構いいところ行ったような気がするんですけどね、うん、美味しかったです。美味しいですよね、本当に。ソーキそばもね、はい、美味しいですし、完全に分かれますね。え、分かれちゃうんですか。好き嫌いが分かれます、ね、沖縄人はみんな好きですよね。基本的にね、そばが嫌いって聞いたことないですね。そうですよね。聞いたことないですね。確認もね、上に乗ってる、あれが美味しい、ね、食べるの大好きなんで。はい、いや、いいとこですよ。あれですか、沖縄でも歌ったりとかしないですか。え、歌いますよ、全然。あれです、去年、はいはい、姫ゆりっていう舞台に出演したんですよ、はいはい、私。そうなんですか。それで姫ゆりって姫ゆり学徒のお話なので、戦争ものなんですごく暗いんですけど、はいはい、すごい勉強になって、うん、すごい沖縄の本たくさん読みましたし、うん、本当に姫ゆりの何て映画だったかな、生存者、姫ゆり学徒の生存者のドキュメンタリー映画があって、はいはい、それも見に行きましたし、はい、結構勉強しました、沖縄のこと。はい、あ、ちょうどよかった、出てきて。いいタイミングですね。そうですね。去年は灰田翔子さんが主演で、あ、そうなんですね、されたんですよ。今年もやりますけど、東京でね、やってるのであれですけど、はい、そうですね。京子さんのね、歌ちょっと聞きたいっていう方がいらっしゃったわけで、どちらの方で。あ、YouTube で出てきますよ。あ、なるほど。この検索したら、おたに京香って、おたに京香、このおに、はい、谷に、これですね、じゃじゃん。映ってますか。おっぽのおに谷に響く香るって書くんですけど、
本名です。 YouTube で出てきます。出てくるんですね、はい。そうです。今あれですか、実際にいろんな活動してると思うんですけど、はい、どういった活動を中心に。今はこの、はい、エッグ赤坂っていうお店がありまして、はいはい、赤坂見つけの10番出口からすぐなんですけど、はいはいはい、僕めっちゃ知ってますよ。あの辺、そう、本当駅前なんでね。そうなんですよ。俺のフレンチがすぐ目の前にあるんですけど、はいはいはい、もう本当に駅から徒歩1分とか30秒です。30秒ですか。30秒です。俺のフレンチがあって、はい、その隣に油そばがあるんですけど、はい、その横に入り口があるので、はい、そのビルの4階なんですけど、その店両方知ってます。あ、本当ですか。さすがですね、はい。そこはシンガーとかミュージカル女優とかの卵がいる、はい、お店で、うん、私今週5日平日の夜7時から12時空いてまして、はいはい、そこでやって歌わせてもらってるんですけど、うん、ショータイムがあって、はい、歌って踊って喋、うん、ってみたいな感じで、で飲み放題なんですよ。1時間4000円で、はいはいはい、でも自由にどれだけ飲んでいただいても構わないので、はいはい、そこで毎日歌ってパフォーマンスしてるんですけど、やっぱり歌わせてもらえる環境があるというのはすごいありがたいことで、でこっち来てその違うお仕事もしましたけど、やっぱり歌の仕事したいなと思ってこのお店見つけて、オーディション受けて歌わせてもらってるっていう感じなんですけど、はい、普段はそこに来まして、でも舞台が受かったらお稽古に入るので、で舞台出演してっていう感じですかね。じゃああれですね、毎日こういい意味で、はい、楽しい、そうです。そうですね、充実してます、すごく、うん、はい。その他にもなんか別でライブさせてもらったりとか、うん、はい、少しずつなんか最近、いいですね、はい。東京に出てくるきっかけとなったこの恩師の方いらっしゃるじゃないですか、はい、東京に行きなさいっていう、やっぱりこう京子さんのなんかこう才能みたいなの見に行ってたかもしれないですね。そうなんですかね。いや、才能ないで東京に来たもし行ったら無責任だと思うんですけど、はい、やっぱりこう大阪という枠ではなくて、はい、もう全国羽ばたきなさいっていう、はい、ことだったのかなと思って。そうですね、はい、はい、なんかもっと、うん、その娘さんももっと宝塚だし、はいはい、私なんかが行って、応援してくださる方って出てくるのかなって思ってたんですけど、うん、なんか少しずつ本当にちょっとずつちょっとずつ増えてきて、はい、で見てくださる方は見てくださってるんだなと思って、うん、で4月の末に初めてブルームードっていうライブハウスがありまして、はいはい、それはフリーアナウンサーの橘弘人さんって方がいらっしゃるんですけど、その方が舞台とかと私の YouTube 見てくださって、ライブしないかっておっしゃってくださって、私初め申し訳ないですけど自信ないですって言ってお断りしてたんですよ。そんな私に見に来てくださる方なんて、またそのもともとコラボしてらっしゃる方が元劇団四季の方だったり、本当に有名な宝塚の方だったりとかとされてたので、そんなステージに私意外とチキンなんですよね。お母さんにそういう感情があるんですか。ありますよ。めっちゃチキンなんですよ、意外と。いや、私なんかがみたいな、すごいあって。いや、ものすごく意外です。意外ですか。いや、もうね、我々っていう感じでいけばいいんですけど。イメージね、呼ばれてないけど歌ってるみたいな。本当ですか。どうなんですかね、それね。意外な一面ですね。そうなんです、本当すごい初め、こんなの言うのあれですけど、はいはい、いやーで、本当にするつもりなかったんですけど、それきっかけでお仕事増えたりとかってする方もいるし、はい、まあね、こう履歴書にオーディション用紙に書くときに、うんうん、ブルームードでライブしましたってなったら、はいはい、やっぱりちょっとね、うんうん、あ、そうなんだっていう、ね、実績にもなるし、うん、勇気出してやったんですけど、意外と来てくださって、はい、で、まあ、バーディー来ていただいてるお客さんもそうですし、まあ、舞台見に来て普段から応援してくださってる方とか、いろんな方来てくださって、ですごく達成感がすごくて、親も見に来てくれたんですよ。そうなんです。そうですね、嬉しかったです。親戚のおばちゃんも見に来てくれて、夜行バスになって見に来てくれて、大阪からやっぱり一番前に座った。あ、そう、一番前に座ってましたね。大阪人特有ですよね。あ、前座り前座ります。
ますね。その私の同じ値段だからっていう。そうです。大阪の人言いますもんね。前座りますね、すぐね、本当に。そう、親が一番前にいて、うん、あと一番応援してくださってるファンの方と、はいはい、一番前に座って、はいはい、あ、どうもみたいな挨拶しててお世話になってますとか言って、はい、そうです、面白かったですねそうですね、だからそれもちょっと自信になりましたし、うん、やっぱり真面目にというか頑張ってたら見てくださってる方は見てくださってるんだなと思って、ね、本当に一歩踏み出すっていうことを続けることって大事ですね。はい、でも勇気いりますよね、うん、すごい怖いことなんですけど、うん、でもね僕はちょっと心がけてることがあって、はい、なんか依頼されるってあるじゃないですか、はい、今回東京に講演会に来てるって言うんですけど、はい、講演会に来てるんですね。あ、そうなんですよ、昨日講演会だったんですけど。そうだったんですね。でも例えば大きな舞台とか、はい、すごい企業さんとか呼ばれたりするじゃないですか、はい、同じことが起こるわけですよ、はい、なんか沖縄の田舎でいる俺が喋っているのかなって思いますか、はい、思わないようにしてます。もうね、依頼されたっていうことは、はい、やっぱそれだけ認めてくれてるし、今の僕のレベルの話を聞きたいって言ってるわけだから、はい、そこをね、僕がやるとかやらないとかっていうのを判断しないようにしてるんですよ、はい、だから自信があるとかないとかあんまり考えないです。あ、お願いされたら今の僕を必要としてるんだから行きます、はい、ただ今僕が持ってる力を 100% 発揮させていただきます。でも読んだのはあなただから責任取ってくださいねっていう風になんですよ。なるほどそういう感覚。あ、そうですね。だからね、YouTube 見て読んだっていうことは、はい、やっぱりその魅力を感じたでしょうし、はい、それなりのレベル、実力があるっていうのを認めた上で、はい、読んでくれてるわけですので、はい、もうね、自信があるとかないとかね、感情はね、消してください。はい、チキンは捨てます、うん、そんな感情なんか、ゼロだと思ってましたよ。本当ですか？いや、本当はね、意外と言われるんですよ。そういうとこやんなみたいな感じ、良くも悪くもさ、はい、みたいな。でもあれじゃないですか、それ乗り越えた時って景色が変わるんですか？あ、そうですね、達成感がすごいありましたし、あ、できるんだと思って自信にもなりましたね、はい、またステージがね、一歩上がりますからね、はい、そうですね、はい、いやそうなんですよ。生き生きしてますね。生き生きしてますか？シラフですよね。シラフです。飲んでなくても飲んでてもこんなテンションなんで予想通りですね。いや、間違いないですね。飲まなくても冷水になる。飲まなくても大丈夫ですね。いや、素敵ですね。もう何喋っていいか分からないって言った方とは思えないですね。本当ですか？喋れてますか？わずか数分前にね。はい、はい、ということでね、もう前半のお話を伺ってきたんですけども、はい、まあ、CM 挟みまして、はい、後半もまたね、引き続きいろいろお伺いしたいと思います、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは一旦 CM です。ビジネス天国沖縄をお送りしております。本日のゲスト様はですね、ミュージカル女優であります、はい、小谷京香さんに、はい、小谷京香と申しま す, いております。引き続きご飯もよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。いや、もう前半もね、いろいろ意外と喋ってますね。意外とじゃないですか、まあ、僕は予想通り喋ってます。本当ですか？予想通り予想通りでした。予想通り喋ってます、ね、本当ですか？不安だったのに。僕ね、この番組5年やってるんですよ。で、やっぱり200名を超えたゲストがいらっしゃってるんですけど、大体傾向が見えてくるんですよ、200名を超えてくると。はい、はい、で、大体ですね、はい、話が止まらない人が最初に言う言葉が決まってるんですよ。はい、私喋りませんっていう方は確実に一番喋りますね。これね、間違いデータが、データが喋ってますね。言いましたね、私データ化されてますか？何喋っていいかわからないです、はい、私1日間も喋れませんっていう方が一番喋ります、はい、いや、もう新雑さんのそれはもう技量ですよ。いや、間違いないです。で、最後にもう終わりですかって必ず言いますから。本当ですか？いや、言いません、私は多分ね、まあ、カメラ止まった後に言うと思うんですけど。本当ですか？はい、まあでも、でなんていうんですかね、こう話し上手であるとかっていう関係なくですね、はい、やっぱりこう自分の、まあ、経営者の方とか、はい、まあ、今回ね、夢に向かっている方なんかっていうのは、はい、本当にこう自分のことに、自分の仕事とかに対して、はい、当然情熱があるので、はい、そこに関してはもう話が止まらないわけですよ。ああ、そうですね。そこで話上手とか、はい、そういう話ではないんですよね。あ、そうですか。関係ないじゃないですか。ああ、はい、はい、そっか。そうなんです。まあ実際ね、はい、例外じゃなかったと。本当ですか？ということで、意外と喋れてるということで。そうですね、はい、まあ
東京に来て2年半、はい、ということでね、もう一歩一歩ね、ステージ上がっていく、はい、もう上がっていってる感がすごいあると思うんですが、はい、まだまだですけどね、うん、あれですか、どういうお客様が多いんですか、こう京子さんの曲。そうですね、ミュージカルがやっぱり好きな方が多いですね、はいうんはいはい、あとたまにツイキャスとかしたりするので、はいはい、それで知ってくださる方もいらっしゃったりもするんですけど、そうですね、やっぱりミュージカルのお客さんが多くて、うん、私やっぱり生ものがすごく好きなんですよ、はいはいはい、ま、映画とかもねお好きな方いらっしゃると思いますけど、うんうんうん、もちろん映画も好きなので、はい、一人映画とかも全然しますし、はいはいはい、見に行くのも好きなんですけど、うんうん、好きなアーティストさんのライブとか、はい、とかって、はい、行った帰りってすごくパワーもらうじゃないですか、うんうん、その方から伝わってくる情熱とか、うんうんうん、なんて言うんでしょう、パワーっていうのはやっぱり生ものじゃないと私伝わらないなと思ってて、うんうんうん、まあ、ライブもそうですし、はいはい、舞台もやっぱりそうなんですけど、うんうん、演者さんから伝わるもので、その見終わった後に私すごい単純なんで、はい、なんか今悩んでることなんてちっぽけだなとかって、明日から頑張ろうってすごいパワーになるんですよ、うん、それは私はやっぱり今までたくさん見てきて、うん、好きな女優さんとか俳優さんからいっぱいもらったので、うん、それをやっぱりしたいなって、私は今度はやる番になりたいなっていうのが一番の私の夢というか目標で、はい、でそうですね、それをやっぱりしたいので日々精進って感じなんですけど。みんなね、動画って結構盛んじゃないですか。はい。でもね、そうですね。僕思うんですよ。スポーツとか音楽とかってもう絶対生じゃないですか。そうですね。もう本当にね、会場で感じる、はい、雰囲気とかね。その会場にいるお客さんの、はい、熱量、そうですよね。そういうの含めてね、もう感じ方でも五感でビシビシ。あ、そうですね。本当に鳥肌立ってみたいな。やっぱりね、こういうのはもうまず会場に行くっていう、そうですよね、ことが大事だと思いますからね。本当に音楽聴きに行ってるんですけど、いろんなものもらえますからね。そうですよ、本当に、うん、感動したりね、はい、いろんな感情がやっぱり聴いててもありますから、うん、それを今度は与えられるわけですか。はい、そうですね、それをそう私は与えたいですね、うん、また舞台ってこう見に来てもらうだけで少しハードルがあるんですよね、はいはいはい、ね、映画とかってやっぱチケット、ね、うん、空いた時間に取っていくことができますけど、うん、1ヶ月、2ヶ月先の、ね、チケット取って、うん、開けとかなくちゃいけないっていうのが、うん、ちょっとやっぱりハードルがあるんですけど、はい、やっぱりもっともっと、ね、普及していくというか、なんていうんですかね、舞台の門戸が皆さんの中で下がると、もっといいものに触れていけるのになっていうのは思いますね。沖縄で舞台見に行ったことあるんですよ。あ、本当ですか。あるんですよ。何なんですか。まあ、ある方がいて、はい、まあ、なんですか、俳優されてる方なんですけど、はい、お知り合いですね、はい、舞台やるからっていうことでラジオに来てくれたんですね、はい、脚本家の方とですね。あ、そうですか。来ていただいたんですけど、はい、でその縁ご縁でちょっと見に行ったんですけど、はい、もう見たことなかった、初めてだったんですけど、はい、めちゃくちゃ感動したんです。あ、本当ですか。よかったですね。その限られた空間の中で、はい、いろんな表現をそうですねするじゃないですか。はい、もう表現力とかね、うん、もうなんか場所がどんどん変わってるような、はい、もうそこ変わらないんですけど、はい、まあ、映画は映画ですごくいいんですが、はい、映画にはないこう感動っていうか、うん、もうね、もうやっぱり ね、実際に行くもんだなと思って。そうですよね。舞台ってこうテレビとか YouTube で見ることもできるかもしれないですけど、はい、あれも会場だから別物ですね。そうですね、本当に熱量を感じれるのはそこにいるからですし、はい、うん、本当にね、演者さんの感情がこうダイレクトに自分にも伝わるから、はい、やっぱり素晴らしいなって私は思いますけどね。いや、やっぱり生ですよね。はい、やっぱり生ですね。舞台ってそんなないですか、沖縄は。あんまないと思いますね。あ、はい、そうですか、うん、福岡とかはね、よくありますけどね、うん、ないので、逆にこう行ったことある人が少ないっていうのがあってですね。あ、そうですよね。でもね、絶対にそういうことにハマると思います。あ、はい。今度のもし受かってたらお知らせします。近いですよ。東京なんでね、はい、ちょっと遠すぎますけど。はい、もうぜひまたね、はい、ご連絡いただければ。はい、ありがとうございます。タイミングがあれば行きたいので。はい。そうですね。はい、もう一度ね、もう京香さんの歌声を聞きたいという場合はどちらの方に。はい、小谷京香という名前で検索すれば出てきますね。はい、こちらですね。はい、
はい、尾っぽの鬼、谷に響く薫と書きます、はい。まあ、普段はあのーはい、赤坂見附の、そうですね、ツイッターもあるんでよかったらフォローしてください、はい、HM2KYON2 ですね、HM2KYON2 です、ありがとうございます、はい、そうですね、そのね、エッグ赤坂の方でね、はい、あの歌われるということですね、はい、ぜひあのライブで生でお酒も飲みながら、そうです、ね、飲み放題で楽しんでもらえるんで、そんな全然もう本当に酔っ払ってもらって大丈夫なお店なんで、そんな あの京子さんみたいにちょっと酔っ払ってる、あ、そうですね、勘がね、シラフなんですけどお互いね、はい、酔っ払ってるもので、あ、そうです楽しんでもらえれば、はい、でもあれですよね、自分のこの、なんですか、はい、積み上げてきたものとか、はい、歌声、はい、をですね、聞いてお客さんに喜んでもらうっていうのも、そうですね、そうですね、本当に、あ、その時一番幸せです、僕ね、本当にだからあのあれですよ、あの何ですか、この歌を歌ってるシンガーの方ってすごく尊敬するのが、はい、声ですよ、人を感動させる、はい、これすごいなと思いますよ、いや本当にね、音楽ってなくても生きていけますけど、はい、でもないと充実しないと思うので、まあ、芸術関係は、はい、そうですね、それをでもね、お仕事にするってすごい責任だと思うんですよ、だって声でですよ、そうですよね、人を元気にしたり、はい、人のもんですね、なんか悩みを解決してしまったりとか、はい、そうですね、いやすごいなと思うんですよね、いえそうですね、素敵な仕事されてますよね、いえ頑張ります、はい、もっとさらにさらに上を目指して何ですか、あの京子さん自体のこう目標というか、はい、こういうなんていうんですか、シンガーになりたいとかっていうなんか未来像みたいな目標みたいなのあるんですか、そうですね、私がでもやっぱりなりたいのは誰かの希望になりたいっていうのはずっと思ってて、それは私がそうだからなんですけど、やっぱりうーん普段落ち込むこともいっぱいあるじゃないですか、仕事でいろいろあったりとか、まあね、いろんな自分の家庭だったり事情いろいろありますけど、その時になんかちょっと心穏やかになるのって、まあ芸術系だと私は思ってて、まあ映画見たりとか音楽聴いたりとかもそうなんですけど、やっぱり私のそのパフォーマンスを見て、あ、こんな悩みもちっぽけだなとかってなるようになってもらえるような存在でいたいので、うん、やっぱりそういう活躍の場をね、たくさん舞台とか、まあ、歌ステージとかで見せれるような存在でいたいので、まあ、一つの夢がそれが帝国劇場なんですけど、はいはい、やっぱりどなたかの前で輝いている姿でいたいので、うん、はい、希望に なっていたいというのが一番の、はい、うん、っていうか、いや、そういう方がね、もう一人でも二人でも出てきたらね、はい、これはね、むっちゃ語ってますね、やばくないですか、喋れないっていう人が一番じゃないですか、そうですね、はい、でも本当にね、一人でも多くの方に来ていただいて、はい、はい、そうですね、誰かの希望に、はい、多くでもなれるように、はい、頑張りたいと思います、なるほどね、はい、そうですね、2年半、一歩一歩、本当にね、はい、そうですね、上がっていって、まあ、でもね、はい、なんですか、その枠にとらわずに声優のお仕事をしたりとか、はい、そうですね、声優のお仕事もすごい楽しかったです、喋るの好きなんですよ、私、知ってます、皆さん知ってます本当ですか、はい、すごい好きなの、ね、で、食べるのも好きなんですよね、もう皆さん知ってます、知ってますかね、そうですね、そう、なんで、多分食レポとかやってみたいですけどね、どそうですね、うん、合ってますよね、絶対合ってますかねそうです、リアクションもちょっとでかいとか、声でかいとかもよく言われるんで、あ、いいじゃないですか、そうなんですよね、声でかいとちょっと迷惑なんですけどそうですね、まあ、でも何ですかね、歌を歌うためにはやっぱり何ですか、はい、声が綺麗なことは当然なんですけど、やっぱり経験とやっぱりそういったいろんな思いとかって、やっぱりこう、そうですね、もう、はい、はい、まあミュージカルの曲って特に、はい、その感情で歌うのですごい乗せやすいんですけど、はいはい、まあ、私がその習ってる
先生もミュージカル女優だったりするので、うん、はい、まあ、技術的な面もやっぱり習いますし、はいはい、その声をのど壊さない歌い方とかも、ね、やっぱり公演長いことする間で、うん、ここ潰しちゃうともう終わりなので、はいはい、最新の注意払いながらお腹で声出してみたいな感じもやっぱり習ったりもしますし、うん、ここがの気持ちと声の連動とかもやっぱり習いますね、うん、やっぱりあるんですかね、ここその人のその日の気分とか、はい、精神状態っていうのは影響するんですか？もちろんです。だからなんか同じ歌を毎公演見に来てくださるのでも、うんうん、やっぱり違うと思いますし、うん、みんな俳優さん、ミュージカルの俳優さんみんな違うと思いますよ、うんうん、あ、今日なんかここがこうだったねとか、ここがちょっと、それは逆にあれですね、ミュージカルとか生で見る魅力、そうですね、魅力、大事ですね、はい、だと思います。毎日見に行っても違うわけですよね。はい、そうですね。確かにね、僕あの舞台見に行った時に2日間見に行ったんですけど、はい、内容一緒なんですけど、はい、全く違う。あ、本当ですか。今ね、本当に思い返してみたらそうだなと思いましたね。本当ですか。同じセリフ言ってるんですけど、はい、なんか感じ方が変わる。そうですよね。また同じじゃダメなんですよね、絶対その時に感じないといけない。おそらく2回目見たからまた感情が違うっていうのがあるかもしれないですけど、はい、そう考えると何度も楽しめる、はい、っていうことになりますね。やっぱりでも違いますよね、演者さんの感情も違うし、見る信者さんの、ね、はい、感情も違うから、感情のぶつかり合いがこちらも変わりますからね。はい、ね、昨日と今日も違いますし、はい、今日も違うし、はい、そう考えたら何度でも楽しめますね、はい、そうですね、生ものは素晴らしいと思います、うん、でも生でこう演じるっていうのはやっぱり一発勝負じゃないですか。そうですね、失敗が許されないわけですよ、ね、はい、まあ、そういういい意味の緊張感ともあると思うんですけど、はい、そのあたりってどうなんですか。ちょっと僕ね、やったことないんでなんですけど、私緊張するの好きなんですよ。好き変人なんで変態なんで。そうそう、緊張するんですか。緊張します。この間その歌わせてもらった時も、はい、屋形船で歌わせてもらった時もめちゃめちゃ緊張してましたし、人前出る時すっごい緊張するんですけど、はい、でも好きで、シャッっていうなんかスイッチが、よっしゃっていうスイッチが入って、うん、その時はもう全力で、なんかその時は次なんだっけとかあんまり思わないですね。もう全身でぶつかるじゃないですけど、っていう、もう今できることを精一杯やることしか頭にはないかもしれないですね。はい。そうですね。ね、すごい楽しそうでしたよ。本当ですか。そうですね。で、歌ってる方の楽しさって伝わってきますからね。はい。あ、見てる方がいいですね。本当ですか。いやいやいや、ありがとうございます。恐れ多いです。でもね、どんどん活躍の場も広げていきたいですし、はい、ステージも上げていきたいですね。そうですね、上げていきたいですね、はい、そうです。もうちょっと一歩ずつ。ステージ上げるときって必ず恐怖とか不安って出ますよね。はい、出ます。怖いですけどね、うん、それまでがすごく、私夢とかにもすごい出ますし、前日とか。あ、そうなんですか。歌詞飛ぶ夢とか、なんか雨で嵐の中行って到着できないみたいな夢とかすごい見ますよ。なるほど、ね、すごいチキンなんですよ、中身も。そうなんですけど、言われない一面がまた本当ですか。でもね、いざなるってなるとスイッチが、まあそこまで緊張して、まあね、実際始まると、はい、ね、全力投球というか、はい、全力投球楽しめるというか、はい、そうですね。はい。いやいやいや、もうでもね、本当に同じように、まあ、同じ音楽の業界、舞台の業界じゃないにしてもね、はい、いろんなことに挑戦されてる方っていらっしゃると思うんですけど、はい、なかなか一歩踏み出せない方もいらっしゃると思うんですよ。はい、そうですね。そういう方にこうなんかメッセージみたいのを、ね、一歩踏み出した大川さんですから、はいはい、私もそのダンス始めたのはまあ中学校ですけど、ミュージカルとかこういう舞台関係に必要なジャズダンスとかバレエ始めたのって本当に大人になってから19になってからなんですよ。でそこから真剣にしだしましたし、まあ、なおさら私もう26なんですけど、東京出てきたのも24なので、もう決して早くないし遅いんですよ。で、あ、遅かったなってこっちに来てから思うんですけど、でも、まあ、未来からしたら今は一番若いですし、
何か始めるにしても始めてからの達成感もありますし、うん、あやってよかったって絶対思いますし、うん、やって遅いことなんてきっと何一つないんだろうなって私思うんですよね、うん、今から私が何かもし始めるにしても、うん、次何か大きいことに挑戦するのもすごい怖いですし、うん、勇気いることですけれども、それを踏み出してまあ一通りというかまあ1、2ヶ月やってみてから合う合わないは決めてみて、うん、一回ね突き詰める、本当に限界来るまではやってみようっていう、うん、踏み出したら全然世界変わってくると思うので、うん、皆さんも同じことそれは言えると思うので、はい、踏み出してみてください。結構あれじゃないですか、こう才能がないとか、はい、自分に合わないとか、うん、いっぱいあると思うんですけど、はい、実際やってみればそれ分からないんですよね。そうですよね、本当に本当にね、やってみたら楽しかったとか、やってみたらすごい才能があったとかあるので、はいはい、まあ、やる前からなんかこうね、決めちゃうのはね、素質がないんですとかね、なんか合わないんですとか、はい、実際やってみて判断してもいいのかな、はい、でそれやってみたら本当に実際合わないとかね、はい、あるかもしれないですけど、うん、でも結構ありますよね、やってみたら。そうですよ、それやってみてまた別のことに興味が出てきてみたいなね、つながってるかもしれないし、ご縁っていうのはね、はい、やっぱり、ま、その経験っていうのがね、何年後かにね、なんか思わぬところで生かされたりとかするんですよね、はい、はい、そうですね、はい、ラジオされるのも勇気いりましたか、初めどんな感じだったんですか。実はね、3ヶ月だけラジオやる。あ、そうなんですか。そうなんですよ。へえ。で、しかも僕なんかビジネススクールみたいなのやってて、はい、それを受講してくれた方が15名ぐらいいたんですよ、はい、でその方々をラジオで紹介したくて、はい、で番組持ったんですよ、はい、だから全員をこれ冬明けでいったら大体3ヶ月ぐらいだったんで、はい、まあ、全員出たらもう終了みたいな感じのノリだったんですよ、はい、だから3ヶ月だけやります、はい、っていうのをやったんですけど、はい、で当然パーソナリティも僕やる気全くなかったから、はい、女の人にお願いしてたんですよ、はい、だから僕は横で裏方で曲には行くけど一切喋らないっていう。本当ですか。はい、女性の方がパーソナリティしてたんですずっと。ええええ。でなんかある一つみんな忙しくなってきて、はい、もうできないできないってなってきて、はい、当日できないって言われてどうするの番組みたいな。はい。もう仕方がないから僕がやったんですよ。そうなんですか。そうそうそう、仕方がないからもう、あ、じゃあもう仕方がないから、ね、開けるわけにもいかないんで僕やりますっていうことで、はい、ラジオ。まあ、それって初めてやった、はい、そうそう、結構楽しくてですね、はい、で僕がラジオを やり始めたっていうことを皆さんに言うじゃないですか、はい、そしたらこうゲストがですね、もう2ヶ月先まで埋まるんですよ。へえ、すごいですね。常に2ヶ月先まで埋まってるんですよ、これ、はい、でそうすると何が起こるかというと、辞めるタイミングがないんですよ。あ、そうですか。だって今日辞めるって言っても2ヶ月間は埋まってるので、はい、でそれが辞めるうちに常に埋まってるので、はい、やめるタイミングは完全に見失ってですね、はい、でもね、もう毎週やるから結構、はい、時間的なこととか大変なんですよね、はい、でそこでもう5回ぐらい、はい、俺もやめるって思ったんですよ、はい、でそのタイミングに限ってですね、はい、メールが来るんですよ、はい、見計らったよね、はい、いつも聞いてます、はい、ありがとうございますみたいな、はい、そんなね、聞いてる、そんなたくさんいるわけないと思うんですけど、あとね、街歩いてて声かけられるんですよ。素敵じゃないですか。素晴らしいですね。僕ら YouTube に上げてるから顔出てるから、はい、いや毎週聞いてます、楽しみにしてます。そうか、顔出てるから、そうです。あ、それがいいところですね。ラジオだけだと思ったら声かけられる人結構。そうですか。ビジネスコンポってなったんですよね。はい、聞いてます聞いてます。めっちゃいいじゃないですか。なんかね、本当にその時思ったのが、はい、人ってすごいなと思ったんですよ、はい、たった一人の一言で、はい、また頑張ろうって思うんですよ。そうなってきました。そうですね、本当にね、人のね、この声ってすごい力があるなって。そうです、それが落ち込んでる時に、ね、はいはい、声かけられると、はい、ね、一気にこうね、そうそうそう、上がりますよね。まあね、放送して一人でもね、はい、聞いてよかったなっていう人がいてくれるんだって、はい、だからね、本当にすごいなと思いました。それで辞めるのは治るんですか、その声かけられたことによって。また単純なんで治りますよ。よっしゃーみたいな。そうですよね、頑張ろうって、神様見てるって感じですよね。まあでもね、僕仕事柄いろんなこう業界で活躍されてる方会うんですけど、はい、なんかね、打ち合わせがすごい楽しいんですよ。ああ、そうですか。その方の経験とか聞くじゃないですか、毎回感動するんですよね。はい、じゃあこのなんていうか、このすごいこの話をですね、打ち合わせのこの中だけで
終わらせたらもったいないと思って、はい、でそれいろんな人に聞いていただきたいとか、はい、そしたらこう聞いていただく方っていうのはこう元気をもらったりとか、はい、一歩踏み出すきっかけになったりするんですけど、はい、またねこのゲストさんのファンになれば、はい、お客さんになるかもしれませんし、はい、っていうことでラジオ始めたんですけど、続けてるんですけど、やっぱりねそういうのをやると一人でも、ね、喜んでくれるとね、そうですね、気が付いたらちょっと5年経ってるんです。長いですね。毎2ヶ月の更新が気が付いたら、ね、そうですか、素晴らしいですね。でもあっという間ですね。あ、そうですか。5年ってすごい長い歳月ですね。でもね、さっきの話も出たんですけど、続けていくとね、はい、何かしら変わってるんですよね。本当に続けるって結構大事だな。はい、そうですね、続けること大事ですね。発信し続ける、そうですね、これはね、本当に大事だなと、すくすく、はい、発信し続けることですね。だから僕ね、番組をやって発信し続けてなかったら今日の公演もないわけじゃないですか。はい、本当ですね。本当にね、不思議な。いやー、ご縁です、本当に。本当に思いますよね。はい。まあでもね、ミュージカル女優さんのお話を聞くくれてなかなかないので、ね。いえいえ、ありがとうございます。今日はね、本当に貴重な時間に。いえ。ありがとうございますよ。はい。ありがとう。初ですか？初ですよ。あ、本当ですか？ミュージカル女優さんと会うのも初めてなの。え、本当ですか？沖縄人初と一緒です。あ、本当です。初物同士です。初物同士。ただの大阪人です。そうですよ。ぜひ、あれですね、東京で活躍されてるんですけど、ね、はい、いろんなところで、はい、まあ、沖縄でも歌う機会だったらいいですね。はい、もちろんです。本当ですね、どこでも歌えます、はい、海のそばとかで歌ってる。わあ、素晴らしい。どうしよう、それは最高ですね。そんな素晴らしい海バックになんて、はい、いいですよ、ですプロモーションですか、ね、本当ですね。これからぴったりですね、うん、本当ですね、うん、まあ、でもね、本当に大阪で頑張って、はい、一人の恩師の方との、そうですね、巡り合わせで、そのね、一言のきっかけで、はい、東京に来て、はい、本当に、もともとね、この初ラジオも私すごく嬉しく光栄なことなので、初なので、はい、はい、もうね、やる前から緊張してますって言ったんですけど、はい、僕心の中で嘘つけって思いながら本当ですって、めっちゃ緊張してました。本当に僕のね、心の中で叫んでました。意外とチキンなんですよ。嘘つけつけ。そうです、そうです。なるほどね。でもやっぱり舞台の時も緊張するんですか？緊張します。めっちゃ緊張しますよ。ずっと喋ってます、楽屋で。どうしよう、パクーンとか言って、どうしよう、間違えた、どうしようとか言って、もううるさいみたいな、みんなに静かにしてみたいな、もうカーンとか言って、ないけてるとか言って、見た目大丈夫とか言って、そわ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 してますよ。いたでもね、裏の出る間際の袖行ったら、シッてこう入るんですね。入るんですけど、いや、そういう方多いですよね。そうですかね、多いですよ、多いですよ。ちょっとこうやってそわそわして、何回もトイレ行ってますもん。でもね、僕はあれですよ、結構ラジオ5年やってますけど、あんま慣れないですね。意外に始まる前緊張しますよ。本当ですか？意外と見えないですよ。見えないですか？はい、してないのかな。また嘘ついてるんちゃいますか。今自分に問いかけました。本当は嘘かもしれないですね。はい。もう一度ね、京香さんの声をご紹介をしていただきたいんですけど、はい、はい、ありがとうございます。本名なんです、これ。小谷京香と申します。ミュージカルをするために上京していまして、今まあいろんなことに挑戦もしてるんですけれども、はい、一歩ずつこうね、ステップアップした姿を見せれるように、うん、はい、声のお仕事とかにも挑戦させてもらってます。はい、興味があったらぜひ私の名前で検索出てきますので、はい、今後 YouTube でね、動画が見れる。はい、そうですね、歌も歌ったり、はい、舞台だったり。東京のね、赤坂見附の、はい、お店で歌ってますので、はい、エッグ赤坂というお店で、本当に赤坂の駅からすぐですから、ね、すぐです。はい、お待ちしてます。ありがとうございます。で、そこのね、すぐ近くのスーパーホテルっていうホテルは、僕の友人が経営してますので。あ、そうですか。すっごいホテルなんですよ。あ、本当です。はい、もう綺麗でね、終電逃したらじゃあ、
ぜひね、はい、そちらも合わせてよろしく、はい、合わせて、はい、そうですね、今度は東京来る時、はい、そこに泊まったら僕ね、ライオン見に行って、はい、ありがとうございます。多分ね、120歩ぐらいで家来るホテルまで帰る。めちゃめちゃ近いですよ。近いです、近いですよ、本当にね。本当ですか、うん、大きいドラゴンですかね。そうですね、多分ね、ライバス出て左に曲がるんですよ。はい、そしてドラッグストアとかあるじゃないですか、はい、あそこの隣です。あ、そうですか。そうそうそう、あ、そうなんですね。あ、はい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 、そうそうそう、あ、わかるか。100メートルないんじゃないですかね。あ、本当ですね、はい、そんな感じです。あ、なるほど、めちゃ近いですね、はいはい、ぜひぜひ僕も東京の友人と一緒にまた行きたいと思いますけどね、はい、はい、ありがとうございます。はい、まあね、あっという間にもう時間が1時間近く経ってるんですけど。本当ですか。でしょ、言うでしょ。え、もう終わりですか。1時間ぐらい経ってるんですよ。そんな喋りましたのね、はい、そうなんです。やばいですね。でしょ、あれ例外ないでしょ。おかしいですね。もうちょっと飲ませてもらえますかとか言って。延長とかできないですか。延長できないですか。延長なしですか、はい、そうか。まあね、ラジオ機の皆さんにちょっとメッセージもお願いしたいんですけど。メッセージ、はい、はい、皆さん、私が一歩、まあ、私事ですが、一歩踏み出して東京来て新たなことに挑戦するっていうのはすごい怖いことですけれども、興味、やってみたいけどって思ってることが多分何かしら心にあるんじゃないでしょうか。それを一歩やってみたら変わると思います、世界は。なんか啓発みたいになってますね。はい、私もいろんなことに挑戦して一歩でも輝いた姿を舞台で女優として見せれるように頑張りますので、はい、今後ともよろしくお願いします。今日もね、本当に素敵なお話を聞くことが、またぜひ、はい、もちろんです。沖縄行くときご連絡します。本日のゲスト様はですね、ミュージカル女優をされております小谷京香様でした、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。